ケッパーのピクルスケッパーは、風潮木下のハンツル製の低木、またはこの植物の蕾をピクルスにした食品。ケーパー、ケーパー、カープルとも呼ぶ。和名は、トゲ風潮木、西洋風潮木。地中海沿岸から、イラン高原、アフガニスタンに一帯に自生する、常緑小低木。多年生の株を持ち、毎年多くの木質特措質のツルを出す。葉は、 卵型の前派であり、傭兵に2本の刺しがある。花は単性で、バラ色の4枚の花びらを持ち、3月から8月まで開花する。果実は、卵形の消化で稀にしか厚かない。粘土質の丘陵地の岩場や壁面などに見られる。風潮木は、地中海地方が起源だが、香辛料としてのケッパーの語源はペルシア語の、もしくはアラビア語のであり、 あとにギリシア語のキャパリス、ラテン語のコパースに転化したと言われている。フランスの記録にケッパーが現れるのは15世紀頃からであり、16世紀の下界アンブロワーズパレは食欲改善などのケヘッパーの薬効について著述している。人工栽培の試みが始まったのもこの頃のことである。現在の主な栽培地はフランス、イタリア、スペインなど。 独特の風味と酸味を持つ。一般的に酢漬け、塩漬けにする。つぼみを開花よりもかなり早く収穫する。大きさや形で価値が変動し、丸く小さいものが商品価値が高いとされている。果実も収穫されつぼみと同様に酢漬けにされるが、多くは取れない貴重なものとしてつぼみより高い価値を持つ。バター類に多く含まれるカプリン酸に由来する風味を持ち。 料理の薬味やサラダの付け合わせに用いられ、特にスモークサーモンには薄切りの玉ねぎと共に欠かせないものとされる。刻んでバターと混ぜたものはモンペリエバターと呼ばれる。フランス南東部プロバンス地方においてはオリーブの実およびオイル、ニンニク、アンチョビ等と共にタプナードと呼ばれるペーストの材料として使用される。コパーススピーノーザインプランリスト。 2016年1月17日閲覧。ギュイオ1987、ピアニッシモ、156から158、世界の食用植物文化図鑑 P191、バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアント・チョ、山本則りお関ヒーラギ風車2010年1月20日、第1冊ギュイオ1987、P159。ありがとうございます。